はい、ボーナスいただきました。ありがとうございます。メダルもいただきました。ありがとうございます。笹山美咲です。あまり近寄らないでもらいます。プレゼントが届いています。今回はメガスターダム、ご存知ですか？なるほど。ということで、何か用ですか？残り5周です。本当に間がない。で、前走宝塚記念を勝ちましたんで、いよいよ最後の WBC に挑みたいと思います。キングジョージだ。やりました。ありがとうございます。80万枚が近づいてきましたね。そうだ、なんで事務所に行ったんかな。あっと、ありがとうございます。南京城さん、私のプレイヤー ID こちらになります。もしよかったらまだフレンド数余裕ありますんで、フレンドになっていただければ嬉しく思います。そして神社に行くのだ。ラッキー話来たクエストを達成しました。なんだろうこれ。入球です。いい感じですね。フェスタの、おっとパンダ。いい感じですね。何か用ですか？2週か、2週3週で登録したいな。何か用ですか？これは重いとなってます。間違えた。調教どうするか。期待が持てます。勝負根性です。大根行きましょう。嬉しそうですね。何か用ですか？さあこれで WBC に行きます。これダメだったらもう諦める。さあ難しいんですよね、判断が。2000、まあ普通にこれかな。エビナに任せましょう。さあこれで果たして最後取ることができるのか。では結果が出るまでお待ちください。また後で。楽しみです。
さあ、結果が出たようです。その前に種袋を売れましょう。楽しみです。感染。4ステップ目で SSR1 枚確定か。2番人気ですもん。おっと、また2番人気だ。1番人気は名古屋アッキー、竹豊か安城。20丸1個は持ってるけど。なるほど、SWBC2 着の実績があるんですね。WBC 取ってて。さすがにこれは厳しいか。先方は差しか。逆にチェプラシュカが、これを WBC 取ってるんですよね。地味に強い相手が多い。フリントシャーとかイブンベイとかね、コタシャーも取ってますからね。頑張ってほしいが、WBC ターフ伝統の外回りに寄った世界の強豪12頭ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。さあ飛び出した12頭、まずまずのスタートといったところであります。果たして先頭に行くのは11番6番が片尾とコライスです。ルソーがその後ろ、10番イブンベイ、4番タイガーヒル、そしてその後ろから2番ケブラーシュカ、ナグラッキーよりは前にいますね。外を通って6番カタノタルコライス、ケブラーシュカはそんなに前に行けてない。8番カステナンゴ、そしてイタイタ、ナグラッキーと竹豊かでやります。それからもう1頭プリントシャー、エアドクター、その外縦長の展開ですね。ポケットとの合流地点12頭が差し掛かります。もう一度整理しましょうか。これが先頭ピクラール、イブンベイ、1番ルソー、ちょっと離れて4番タイガーヒルであります。そしてその後ろからケブラーシカ、ちょっと早いかな。陣営が絶対の自信を持って送り出しました。さあ気合はどうなんだ。内から1頭3番ストーミングホーム、殴らすかできりです。カステナンゴであります。さあ最後のチャンスだから勝ってほしいが、人気のナグラッキーであります。その外に9番プリントシャー、エアドクター、そして外からはコタシャン、流れるようにレースが進んでおります。残り800、2番エプラール、これを追って10番イブンベイ、1番ルソー、この辺りちょっと離れている4番タイガーヒル。さあ残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。さあ先頭は、先頭はエプラールが、セブラスカは懸命に先頭ウィンザー、意外と前が止まっていない。ようやくセブラスカが、さあどこにいるんだ、ここか。そしてオーッと、ま、流れ込むように。さあフリントシャ、どっちだ、かわされたか、かわされてますね。なんとフリントシャに、ナグラッキーには勝ってるんですけどね。本当に爪が甘い。おっと、出走権購入できます。2着6番、3着7番以上のように確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。そう、残り2周なんですよね。いい仕上がりです。 あえて2000円。さあ24分あります。さあ次のチャンスを生かしましょう。
はい、というわけで、一度ここで失礼いたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。クエストを達成しました。プレゼントが届いています。